でえー、と私はあの、えー、と京都大学の理学部で、えー、研究しておりますけれども、大学まあ、京都大学に入学したのが1982年です。でその時時にです、ね、あのどちらかというとあ物理といいうう物理よりはは大学入,学入った時は ふわふわ系といいますか、ゆるゆる系といいますか、高校の,の時に電気回路とか滑車とか、ああいうガチガチしたものがまあ大嫌いで、まあ、手が不器用なんで、いろいろとこうあの工作ができないんですね、そうすると、ああいうその回路とか滑車とかいうのがもう大嫌いで、だから物理はだからそういう意味でちょっとこうあんまりそれほど好きではなかった。 大学に入って、どちらかというと、気象とか風と、リアクに入ったんですけども、の何でもできるというので、そこ行ったんですけども、風とか気象とか、いろんな形とか、雫の形とか、そういうのに興味を最初に持ってたんです。それでですね、普通の、これがいわゆる物理とか、自然界のスケールですけれども。 えー、ここでいう一番こういろんなごちゃごちゃした部分というのに、まあ、最初は興味を持ってたんですけどでだから大学に入って勉強するとですね、あのーまあ、非常にまあ面白くなっていろんなことが面白くなって特に えー、大学の物理というのは、あんまり工作しなくて、あそう言って、実験先生、きいらっしゃるとまずいんですけれども、工作すると爆発するので、私は工作から免除されまして、そうするとあの、本だけ読んでおけばまあなんかよ,よくて、それはあの塩湖物理があの面白くてですね、特にその量子力学とか相対論、われわれが普段生活しているところからは全く想像もできないことが起こっているということを学びました。 でこれあのお、勉強すればするほどすごくおもしろくてです、ねえーまあ、単にわれわれの普段知らないことが起こっているだけではなくて、非常にきれいです、ね、コンパクトに、まあ、簡潔に、えー、単純にこう法則が書かれていると。と 例えば先ほども出てきましたが我々があの宇宙が、まあ、大体大雑把には140億年ぐらい経っていることが我々は理解できるこれは驚異的ですそれからあ我々の,その原子の下にまあいろんな構造が持ってあって原子核の周まだいろいろあってということを理解できるこれは驚異的ですねでそういうのにもうどっぷりはまって、まあ、大学に入った時にいろいろふる婦わいわけあ何だっけ、まあ、なんかそういう系だったんですけどもそれすっかり忘れて思、まあ、いっきり物理のいわゆる基礎法則みたいな 憧れてて勉強してましまたである日ですね、あの徹夜、まああの、徹夜というか単に昼夜逆転しているだけだったと思いますけれども、夜通し勉強して、えー、目が覚めて、えー、目が覚めてないですね、夜通し勉強した中、目がずっと開いたままで、えー、夜通し勉強して、ですねあの朝ごはんを食べに、あの部屋を出て、外を見ると、まあ、そうすると、いつものように、まあ、鳥が鳴いて、風が吹いて、まあ、当たり前の風景なんですけれども、その時に、私はちょっと、今までと全然違うようなことを感じました。 何かというとですね、今まで、えーこうまあ、鳥が鳴くというのは子供、子どもが、われわれが小学校幼稚園のときからずっとそれ知っていて,て、まあ、自意識がある頃から鳥が鳴いている、当たり前なんです。ですが、あ風が吹いている、これは当たり前です。ですが、あのこの鳥が鳴いて、風が吹いている、これが、実はさっきまで勉強していてた量子力学、あるいは相対論、そういうものに支配されているということを意識すると、 これはとてつもなく不思議なことに動いてきた。不思議なのは何が不思議かというと、量子論相対論の方が不思議なんではなくて、不思議なのは、この周りの世界そのものじゃないかということを意識しました。なかなか伝わらないと思いますので、まずこの最初の5分で、えー、もう5分過ぎちゃいましたけれど、あのー、この不思議さを納得していただくというのが課題です。でまずその鍵となっているのはです、ねえー、ものの大きさの違いです。 皆さん、普段こういうことは考えないと思うんですけれども、まあ、例えば例題としてこういうことを考えましょう。これ、私ですね。私です。で、私の周りにですね、パチンコ玉があるとします。で、パチンコ玉が私を責めている。まあ、まあ、日常のゃない、非日常ですけれども、まあ、そういうことが、まあまあ、想像はできますね。パチンコ玉が我々の私を攻撃している。まあ、ここはまあ、思考の範囲の中に入っています。で、これは大体どのぐらいのスケールが違うかというと、2桁違います。 2桁違うとまあ,あ想像ができてパシンコが四フォン発やってきて痛い痛い痛いたいぐらいのを感じるわけです。でこれをもうちょっと拡大しますね。大仏産 えー、これはあの、えーとあのえー、屋根がないから鎌倉の方の大仏さんですけれどもこれぐらいになるとこの3三ロになってこ,こパチング玉が今度やってくるとちょっとあのななんかあ、えー、と感覚大仏の気持ちにならないといけないのでちょっとまあ気持ちを投影しないといけませんがちょっとあれな,なんか来てるなぐらいの感覚を皆さん想像しましょういいですか想像しますでさらに大きくします。 大きくするといろいろあるんですけどもこれまあ年配の方はちょっとあんまりこういうの見ても何とも思わないかもしれませんが、えー、ちょうど我々の世代だとこういうのを見るとあなんかあ、いやみたいな感じで、えー、まあ4桁違います一番端っこにいいいるものは4桁ぐらい違っていきますでこうやってイマジネーションをどんどん膨らましていくと例えば9桁違いって何かというと地球がいてその地球の周りに向かってパチング玉が攻め入っていることを想像します。 あくまで想像なので我々が地球になったと思ったとしてそれでえとパチパチやってくるまあこういうあのことをあまあ想像しますねでこれを想像するとえ非常に気持ち悪いことが感じますつまり今ここでも僕喋ってますけどもこの周りには空気がたくさんあります当たり前です子供の時からずっと知ってます我々の周りに空気があるの知ってますですが空気も原子から成り立っていてて で原子は、まあ、大体9桁ぐらい、われわれと世界が離れています。で、9桁離れた原子たちが、われわれに向かって、なぜかわからないですが、理由はともかく総攻撃をしているというのが、われわれが生きているこの世界なんです。さらに驚くことは何かというと、われわれ自身が、われわれ自身が、そういう9桁も小さい世界、ものが成り立っていてて、ここで何か喋っている。これ、気持ち悪くないですか。 でこれはですねあの、意識しなければ、人生において意識しなければ、まあじあのえー、何事もなくあの年齢を重ねて、まあ、最後あの、まああの、無事にあの死を迎えればいいんかなと思いますけれども、一旦意識すると、これは気持ち悪いですね、僕はこれあの、なんとなく理屈としては分かってたんですけども、感覚的にこれを理解した瞬間に、なんか気持ち悪くて、吐きそうになりました。で考えてるとよりも眠くなります 皆さんも今晩から眠れなであの、えー、まあ今日の講演をですね夜帰って思い出した時にああ自分たちの周りはとかいうふうに、まあ、夜寝る時にもう一度思い出していただければ幸いですでこの今日の講演のタイトルはこれこれを明らかにしたいつまり究極の目標は何かというと我々自身 我々自身を物理理のの基礎法則の結果として理解して解たいといとうののが究極の目標ですただしもちろん、究極の目標というのは究極であって、今日の講演でこれに応えるわけではない、答えるわけではないですが、知りたい方向、我々が何を知りたくて、どこに向かいたくて、最終的にどういうのが知りたくて、普段研究をしているのかということは、このフレーズにあります。 それはさっき言ったように気持ちの悪いものものがあるからその気持ちの悪いことを理解したいというのが動機になります。で例えばですねあの私が今皆さんしゃべっています、まあ、これはあの当たり前の話です我々皆あの慣れ親しんでいるという意味では当たり前の,り前の話ですが原子分子の立場から見ると大体10の28兆個ぐらいの原子が何か知らないですけども一生懸命皆さん10の28兆個の原子が 一斉ので相談しながら喋っ、えー、と動いているからこそ私が皆さんに喋るということが成り立っているわけです。つまりこういう多数の要素十の二十八兆個の原子たちが集まってしかも原子一個一個我々の構成している何とか原子水素とか酸素とか原子一個一個一個は喋るなどというのは先ほどの擬人法的に相談してなんと言ってま喋りま喋ってしまいましたが原子が お前こっち行けとか言って会話してるはずもなく、喋るなどという概念は一個一個の原子分子にはありません。原子分子は粛々と物理法則に従って運動しているだけです。しかし、その結果として私は喋り、皆さんは聞き、夢を見、えー、生活を送るということは起こっているわけです。でこれを秩序,秩序創発というふうに読みます。であの まあ何かキャッチフレーズをつけた方が何でも物事は話が通じやすいので、まあ、あのそういうことをイメージした言葉です。ですがね、えー、まあこういうことを考えたいんですけれどもまず最初にそれがうまくいかないというのがあります。なんでかというと原子分子の世界は物理法則に従っています。で物理法則に従っていて、まあ、その物理法則に従ってのはまあそれは何か相談しながらやればいいかと思いますが一方で こういう運動に関する法則はいわゆる我々は20世紀を作っ通じて理解しています何が起こってるかというと原子分子の世界ではですね、どうも運動は不規則です運動方程式が単純だというのはあ知っています運動方程式がすごく単純な世界でコントロールされているんですがは単純な運動方程式から出てくる解の振る舞いは恐ろしく不規則でしかも予測不可能であるまあこれはカオスと呼ばれますけれどもそういうことを知っています でまあ、そういうあの言葉だけなん、えー、なので、カオスというのが一体どういうものであるのかというのを、えー、この例題を通じて理解していただきます。ここにですね、えー、と板があります。板があって、ボールを落とすと、摩擦がない状況では、静かに手を離すと、ボールは跳ね返って、元の位置に戻ります。これ、高校の時に物理でやる、えー、ことですね。ところが、下の板をですね、まあ、ちょっとまあ譲ってあります。 シュルルってゆすっててすやりますそうすると,、えー、とぶつかった時にたまたまこう、えー、振動する人が上向いてる時にはポンと加速され振動する人が下向いてる時には減速されというのが起こります。でこれは単純な、えー、運動法則そのものは高校生の皆さんでも、えー、書き下すことができる運動法則です。 ぶつかったときに跳ね返り係数1でぶつかるというそのルールで飛んでる間は十六化での自由落下運動この2つの法則を組み合わせれば運動は書き下すことができますでこれを書き下すとですね解、え、く、ーまあ、ことができますこのグラフは何かというと横軸の n というのは n 回目にぶつかった後の跳ねった後の速度 v は何ですかというのを書いてやるとこれが跳ね返ったあとはこういうグラフになる。 見たらわかりますように、まあ、これ、何かここに規則があるかと言われると、な,なんかびやびや、びやびやしてますね、まあ、これは正しく解いたあああ解です。つまり、運動法則そのものは極めて単純なのですが、ここに出てくる振る舞いの様子というのは不規則で、しかも予測不可能です。 え予測不可能という意味は、今、例えば、初期の条件を正しく与えれば、1万回後の後の速度は指定できますが、初期の状態を少しでも間違えてしまうと、どこに行くかというのが、全く私たちは予言ができないというのが、力学法則の結果です。ですので、問題は何かというと、個々の要素は、単純な法則だといっても、単純な法則だといっても、ランダムになっている。 じゃあ、そういう状況の中で、われわれがしゃべるという、秩序創発というのはどのようにして生じるのか、あるいはその時に、えー、もちろんわ最終的に理解したのはわれわれそのものですが、われわれそのものを、えーえー、議論することは当面難しいので、では、あ現在までの、こういう問題、こういう問題意識で、現在までに理解していることは何かというのをまずご紹介して、それを踏まえて、これから理解したい例について簡単に紹介して、私たちの講演にしたいと思います。 でまず簡単な例、でえー、とあの私あの、技量がないもので、動画とかムービーとか綺麗な絵とかいうのはないので、皆さんの想像力をたくさん要求しますのであの、一生懸命説明しますので、頭の中で一生懸命動画を皆さんの頭の中で脳内再生してくれるようにお願いします。こここここううういいととと考えまます。すす。何かでね、止めれ、あの こう,線です合こういう合体切片があって合体切片があって合体切片があってこれもつながっていって N 個の合体切片がつながっていてでここは自由に回転できるとしますつまりこ,のかここの合体切片はグルングルン回るここはぐるんぐるん回しここはグルングルン回るし,こ,こ,るる回るし、まあ、こういうそれぞれの切片はこうこう回るしここはここを中心に回れるしここはここを中心に回れるし、まあ、こういう世界を考えます、まあ、これはですね、えー、簡単な運動方程式で書き下すことができます で実際、でもこれはまあ頭の中で脳内再生するとまあ運動はぐち,ぐ,ちぐちゃぐちゃぐちゃすることがまあ容易に想像できます。で、でこの時にですね、何を問うかというと、一番ここ固定してます。ここに端っこをここにこうやって置いたときに、これ、力どんだけ働きますかということを問います。これ、ミクロに全部指定されているので、この力がどんだけ働いていくかということをまあいろんな立場で計算することができます。まあ、そうするとですねこの時に力は 確かに働ますでここで気をつけていただきたいのはそれぞれここの合体この切片そのものはここにこんな力が働くようなとというのはこの切片この,この切片には何一つ宿ってなくってこれがこっち向いて働いている力というのはこういうふうにつながった世界の結果としてこの力があ働くことになっています。でこのおもちゃはは一体何であるかというとう実は このおもちゃはゴムですでゴムなどというのもこれは皆さんも日常生活にありふれていて,てよく知ってるものですねでこのゴムの構造を見るとこういうさっきの絵に近い何かこういう線状に折れ曲がったものがあってみたいなものがあって見には近いものになっていますでこれなぜこれがゴムの話になってるかというと大学でゴムを例題として学びます。 でゴムを伸ばすと元に戻す力が働くこれはおそらく皆さんあ日常的によく知っていることですでこれはあの大学で学ばなくても知っていることですで実はこの元に戻す揃うとする力がオリジンを問うとゴムの場合には実は一個一個の原子分子の間の働く力から理解できるものではなくって全体を通して初めて生まれるものであるということがわかります でその証拠にとというかゴムをギュッと引っ張っ張てキスします、まあ、こういう経験をしたことは多分あんまりないと思いますけれども、まあ、これも家帰ってやってください。えー、ゴムをとと引っ張っ張てキスする熱でこういうあのおおおお例えば金属の場合元に伸ばすと元に戻るという現象そのものはあ金属の場合ももちろんそうですけれどもおお引っ張った時に、えー、急にギュッと引っ張った時に金属の場合には何一つ温度変化はありません。 ですすがゴムの場合にはキュッと引っ張っ張たら熱くなりますでこういう性質これがゴムと金属を決定的に違えていてかつその起源は力がミクロにはなくってマクロで創発されたものだからです。でこれいうのをですね大学ではエントロピー力として学びますでこのエントロピーという言葉ですけれどもこの今日の講演のキーワードの一つですけれども 少し、えー、エントロピーの概念を説明しますともともとエントロピーというのは19世紀にできた概念で温度とか先ほど熱とか、まあ、そういう性質それから力とかエネルギーとか、まあ、こういう性質、まあ、こういう性質が19世紀の、まあ、途中まではバラバラだったんですけどもこの2つが実は密接に関係している。 えー、両者は統一されるというのが19世紀の中盤以降に明らかになりましたでこれは熱力学と言います熱と力の統一論ですでこの統一論を作るときに新しい概念が必要でこの新しい概念がエントロピーでした例えばじゃあこのエントロピーってどんなものかというとお例えばもともとクラウディウスという人がエントロピーという概念を定義したんですけれどもこの人はああのまあ 非常にこういろんな思考実験をしながらあ泥臭いことをやりながらこの公式に到達したんですけれども理解したかったことは先ほどのゴムの例、えー、のあもうそうですけども何か運動とか配置ですねミクロの配置がバラバラになっている度合い このバラバラになっている度合いは19世紀ですから、なんか全然原子というのもまだはっきりしないので、よくわかりません。ただ、そういうバラバラになっている度合いみたいなものがあって、ただそういうのがあってと言っても何も話が始まらないので、そういうものを熱測定を通じてちゃんと定義できないかということを考えて、それに成功したのがこの式です。で、こういうバラバラ度合いを、熱を通じて定義することができるようになったというのが、クラウディウスが定義した、あるいは見つけたエントロピーです。 でえーまあ、このううバラバラ度合いというのをもっとおおお考えるとミクロ側から考えると与えられたゴムの状態ならゴムの状態があったとしましょうその時にミクロにどれだけの状態の数があるかというのを数えてそれを対数取ったものがこのクラジウスの熱測定で測られるエントリピーピ一致である,するというのが示したのがボルツマンですだからこういうバラバラな度合いというものを、まあ、理解定義することができますでさらに こういういエントロピーというのは、もう一段上の量で、例えばわれわれはできることというのは限られています、どういうことかというと、例えばここに針金があって、ですねこの針金をここに手に持って、くしゅしくしって針金を動かすと、針金の温度が上がります、実際熱くなりますで。なりますが、この時ですに、ね、その針金の温度を下げようと頑張ります。 ですが、例えばこういう右回転して、うわー、温度が上がったので、じゃあ今度、左回転したら温度下がるかってそのことなくて、左回転しても温度は上がります。だから、温度を上げるのは簡単なんだけど、温度を下げるのは難しい、まあ、冷蔵庫で冷やせば冷やせますけれども、まあ、そういうある種の縛りの下で、どうもわれわれにはできないことはない、できないことがあるということは分かった。で、こういうのをエントロピーを使うと、何か K があったとして、その K が孤立化してるとすると、そのエントロピーを減らすことは絶対にできない。 で増やすすすすすこことととががでできますよまよ、あ、そういううういいい物理量が存在するということが我々はもうすでに知っています例えば、えーまあ、その一つの例で、えー、ここの先ほどの空気ですね空気は中にはエネルギーがいっぱい溜まっていますその空気の中には原子が飛んでいるのでいっぱいエネルギーが溜まっているのでこの溜まっているエネルギーを駆動力にしてプロペラ回してやればあ非常に効率のいいどこでも空を飛べるエンジンができるかもしれないなと思うわけですがそういうのがないということもこういうことから理解がされます。 こういうエントロピーというのを通じてです、ね、ゴムの総発された力エントロピー力というのを理解することができます。つまりどういうことかというと先ほどの合体切片の絵が思い出していただいて折り畳んでいる絵があってで端っこ止めると,端っこ,止めるとこの端っこはどうしたがあるかというと。 どうもいつもラン,ランダムの方向ランダムにランダムな目いっぱいランダムな状態になろうとするで目いっぱいランダムになろうとするのでその方向が力を生んでいるとつまり何かミクロになかった力がマクロに力が生まれてきた総発したというのに関して巧妙な仕掛けがあるわけではなくってそこで用意したものというのはとにかくランダムでいいんだみんなランダムでいいんだみんな好き勝手なことをやっているということ自体が マクロな世界でちゃんと力を生んでいるということを示して今いるわけですで。これをさらに一般化するとですね、えー、平行状態、平行状態というのは何が孤立化された系があって十分時間を待ったときに到達する状態で、そういう状態ではあ与えられた条件の下でランダムになっている状態というのが平行状態、今こう見ているこの状態で区別がつかないという原理です。でこの原理を認めると我々は マクロな物質の性質に関してをいろいろと予言、議論することができます。ミクロな,あああミクロな知識に基づいてこの分子の、もしこの物質はミクロ的にはどういう原子が成り立っているか、どういう分子が成り立っているか、どういう相互作用があるのか、まあ、そういうことを認めると、えー、とこの原理を認めると、ミクロな世界の情報とこの等重率の原理を認めることによって、マクロなあ性質を議論できるようになります。例えば こういうこれ麗れなこれ氷の結晶ですけれども、えー、こういう絵ですねこ,あのこれ水はあるところで冷やすと氷になりますでこれはまあ見るからの地図になっていてて水から氷になるといっておーっとこうあああ変化を示すわけですがこれも ミクロな世界から見ると、ミクロな世界があは粛々とミクロな法則に従っていてて、で与えられてる条件は何かどういうふうに理解できるかというと、マクロな条件を与えて、ミクロ的にはもう,もう目いっぱいランダムでいい与えられた条件のもとで目いっぱいランダムだということをやれば、温度を下げると水は氷になるということが理解できるし、場合によっては磁石,磁石になったりもするし、超伝導になったりもするし、いろんな多様な物質。 を作ることができるというのが20世紀の成果です。で、えー、じゃあ、これが、あまあ、こういう意味で、えー、少なくとも、創発現象に関して、いろんな物質のレベルをミクロな世界から理解することが可能になりました。ですが、私が最初に述べた動機というのは、あ風が吹いて、鳥が鳴いて、私たちがしゃべるというのが動機だったので、じゃあ、これもその中で、えー、理解できるか。 といいう,うに問いますですが、先ほどの K というのは、とにかく K を一旦孤立化させて放置させて、その後で到達する状態に関しては、何が起こるかというのはよくよく理解できていますが、残念ながら、私を孤立化させて放置すると私は死んでしまいます。なので、皆さんと会話することができないです。つまり、えー、先ほど20世紀の間で理解した秩序創発の機構というのは、 私がしゃべって皆さんと会話するということを理解するのにはまだ足りてません、つまり必要なことは平、平行状態でない、孤立化させて放置しない状態、そこで秩序がどういうふうにして生まれるかということを理解するのが目的になります。で、えー、と後半に入ります。で、えー、風が吹き荒れるような状態、そこでの秩序創発というのをどういうふうにして理解するかということに後半入っていきます。 でこの、えっとまあ、例ですけどもこの絵はですね えー、まあ風がまあ嵐のように風が吹いている状態のまああの画像なんですけれども、えー、こういう激しい流れの性質というのは、えー、流体方程式というまあこれは19世紀に書かれ、えー、見つかり提案されてますけれども、19流体方程式を正確に解けばまあこういう嵐の状態というのも記述できるということはあもう確認されています。でこれ自体がすごく驚くべきことで、もうぐちゃぐちゃのこういう流れている状態ですら あーちゃんと我々は記述する法則を知ってるわけです。でもその一方ですね、これも気持ち悪いわけです。何かというと、ここで風がこんだけ流れてるといってもです、ね、この速度が、ここでこ,う、まあ、この辺りで台風で風速30メートルパーセックトでッん、ちょっと大きい、まあまあ、えーとまあ、こういうあの、えーとまあ、風で吹いてるとするとです、ね、少なくとも巨大な数の原子が同じ速度でぐわっと動いてるわけです。でこういういのが 冷え込、ー、む、まあ、状態における、まあ、秩序の、まあ、例になっています。私たちがしゃべるに比べるとまた簡単な例題ですけども先ほどの放置して到達する状態に比べると随分とレベルが上がっております。 例えば化学反応であったりとか、これ鳥の集団ですね、鳥の集団であったり、これ鳥取砂丘ですとか、まあ、こういうところでいろんなあの形を見ることができます、ダイナミックス、形を見ることができます。でこれらはすべて非平行状態では決して見られなく、平行,非平行の状態で見られる何か個々の要素では理解できない全体的なレベルで発言、秩序が発現している現象です。で まあ問題はです、ねまああの、先ほどのこういう場合には、平行状態の場合には、当至率の原理があって、そこでまあ原理は知ってるわけですけれども、こういう激しい流れがある場合に、えー、じゃあどうするか、ここを課してしまうと、あの先ほどの嵐も、ですね嵐の起こる現象に対しても、当至率の原理を課してやると流れ、流速が流れのない状態が実現してしまいますので、これ、だめです。だから、その当至率の原理を超えていく必要があります。 でしかしそもそもですねそういういろんな多様な現象を見る前にもう最初にトラブルが発生しますどんなトラブルが発生するかというと原子分子の運動法則というのはよく知られていていろいろこのどういう分子のどういう運動を議論するかによって詳細はいろいろバラエティはありますが大事なことは時間判定に関して対象なんです でこれ微分方程式をもし、えー、っとご存知の方は微分方程式を書き下したら演習問題になりますけれどもある運動方程式の解があったとしてそれでニュートンの運動方程式をそれをひっくり返してやるとひっくり返したものもそのまま解になっていると,ということが、えー、っとこれ知られています、えー、知ることはできます一方で 例えば、先ほどの激しい流れを作ってもですねそのまま放置するとなんだ止まったところに行きますし20度と40度の水をくっつけるとぬるま湯になるしマクロなな現象といいうのは時間反転に対対して対象じゃないですだからこういう時間変化を議論するときにミクロな世界での時間反転対象性とマクロな規律における時間反転対象性の成り立っていないこと。 これの整合性をどう理解するかという問題をクリアしないと話が始まりません。ちょっと簡単な例題でいきますね。先ほども言いましたけど20度、40度くっつけると33、度これろよく知ってる例です。で、30度、30度くっつけると20度、40になる、これ見たことありません。で、えーと、こういう、この現象は流体方程式を使って、正しくこの現象は表現することができます。でこれこ、この現象はいいんですが、ここにですね、原子分子たちを発動させます。原子分子、原子分子、原子分子原子分子を用意します。 で原子分子を用意して仮に原子分子の運動があこのおおお現象を記述するとすると運動方程式の結果としてここから出発したものの元に戻るような解が確実にあります存在します一対一対応しますなので、えーえー、っとおこの現象我々によくよく知ってるこの現象とあんまり知らない現象が運動ミクロレベルから見ると 一対一対応してう、えーえー、という事実に直面して非常に何か変なことになってるわけわけです。で、まあこれに関してはもちろんあ百年以上にわたる長い長い議論があって、まあどういうふうにしてどこに論点を置かによってさまざまな論点があるんですけれども、まあ一つだけ説明、一つの整合性の説明をすると、まず この20度、40度を用意して、ここは孤立化させて20度、孤立化させて40度を用意します。そうすると先ほどの原理に従って、ここでは投重率の原理を、右後的には目いっぱいランダムになっているとしていいでしょう。右後的には目いっぱいランダムになっているとしていいでしょう。そうしてやると、さあ、この後未来永劫どうなりますか、運動方程式ときましょうってやると、これはですね、この場合には確かにこの20、40くっつけると30、30になるということが、えー、言えます。つまり、えー、過去においてこういう状態を用意すれば、確かにこれはあの。 我々の知っていいることと矛盾しない一方で,です、ねえー、この時に何がやばいかというとこの状態でマクロ的には十分時間が経ってるからもうあの平行状態になってるかのように見,見えるんですがこの時にミクロな状態がどういうふうな状態で原理で書かれるかというと先ほど要請した目いっぱいランダムになっている状態と区別がつかないという原理は この状態では成り立ってないということが分かってしまいます。なんでかというと、もしここで目いっぱい成り立っていると仮定して、十分時間が経った後で、この状態では目いっぱいランダムになっているものと仮定すると、実はここからここへ行く現象は起述できないということが証明されてしまいます。で えとまあ、そういう意味で、まあ、このうう問題をあの、まあ、今はこれすぐ分かることだけを並べたんですけれどもこの問題をどのレベルでどういう問題設定でどういうふうに解決するかというのは今でも問題です。ですがた最初に言ったようにただ、まあ、そういう、ね、問題が完全に解決してるわけではないですがともかく、えー、時間判定に対する現象して減少を記述するだけだと理由は分からないけど過去において当時者の原理を発動すると 時間発展は観察しているものとコンシステントであるという事実は、まあ、あの一応間違いないのでそういう,う,うあの置いといた上で、まあ、議論することができます、まあ、だから、えー、あの整合性のいろいろな論点がありますけれども時間反転対称性はじゃあんで過去に置いたらいけて未ないとだめなんですかとかいうのそうはもちろん分かりませんが、まあ、とりあえずこういうふうにして対称性の破れを入れてやると理解することができますですがその時にですね えー、じミクロな原子分子の世界は運動方程式は時間反転に対して対象だということを言いましたでなんかこう境界条件として、えー、対象性を破ってるんですが実はこのミクロな世界の時間反転対象性がこういう20度と40度をくっつかずに30度になっていくこういう現象にもです、ね、ひっそりとこのミクロな世界の時間反転対象性が伝播しているということがこの20年の間に実は分かってきました。 で最初はアクシデンタルに何か,なんか変な数学的な性質みたいな感じだったんですけれども、えー、エントロピー生成と呼われるという物理量があってでこのエントロピー生成という物理量が、えー、こういう非平衡な世界でもある特別な対称性を持っているということが理解をされてきました。でこの対称性を使うとですね今までの熱力学の法則とかエントロピーの概念 こういったもの,のが平行状態から少し超え,超えることができていろんな今まで議論できなかったことができるようになってきましたつまりミクロな世界からマクロなダイナミクスを理解する準備が整った状況になっていますで例えばその例ですけれども、えーとまあ、先ほど紹介した流れの 状態ですけれども激しい流れがあってそれが原子分子が観測されたときにそれの運動がどう理解されるか、えー、という問題がもちろんこの100年以上にわたる問題ですけれども、えー、条件を過去において過去において当時率原理を認めたとしてそこから出発して我々が現象を観察する分においては 運動は流体方程式19世紀に導出された流体方程式を原子分子レベルの運動方程式から理解することができるようになった例えばそれは乱流状態であってもそういうことができるようになったこれはごくごく最近で、えーまあ、手前味噌ですけどもこの機会に宣伝させていただくと私自身が、えー、と2年去年発表した論文で、まあ、こういうことが理解できるようになりました。で、えー まあこれがあの一つの理解、まあ、限定付きではありますが理解できるようになってきた例ですで、えー、と最後に、えー、とじゃあ、まあ、こういうのとの話です、ね、化学反応であったりとかムクドリとかいろんなレベルでいろんな議論がされていますでさらにここから未来,、まあ未来まあ、現在も進行していますがより難しい問題に入っていきますつまり先ほども私自身は 30年前に自然現象の結果として私自身を理解したいという問題を掲げたわけですけれども先ほどの平行状態での秩序創生それから非平行状態での秩序創生どちらも理解を深めるという意味では非常にこう周りの景色を見るときに風景が変わってよくなったわけですけれども我々自身に関して言えばまだまだ道は遠いような状況です。じゃあ何が問題か、えー 先ほどの今までの例だとすえば今ここで私が皆さんをしってるとかあるいは計算をしているとかそういう問題は、えー、実は計算という概念はありますね皆さんもちろんこれは計算というのは小学校のとこから訓練していてて、えー、知ってる通りです。 でおそらく、しかもその計算は、われわれは頭の中でも計算をしているわけです。で、言葉をたぐってしゃべるというのも、何らかの計算です、それから情報、な,な何らかの私がメッセージを持って皆さんに伝える、これは情報を伝えようとしています。つまり、計算をしたりですね、情報の授受があったりというのは、これはわれわれ、よく知ってる側からすると、一つの現象にすぎないんですが、 私の究極の目標からすると、計算そのもの、それから情報処理そのもの、これれもも物理理法則のの結果ととして理解されるべきものだと思いますそれから、えーと、もちろん先ほども言いました、われわれが生きてる、えー、というのは非常に大事なことで、われわれだけじゃなくて生き物、生物、すべてそうですけれども、生態機能、えーまあ、しゃべるだけじゃなくて、私たちの部品を見るとです、ね、いろんなところでいろんな部品が非常に巧妙にできています。 でこういったものももちろん生物学として我々のこの機能を理解するというのはものすごい勢いで我々の体の中の仕組みを理解ししかもそれを制御するというのはすごい勢いで生物学は進展しています。ですがそれはそれで進展を横に見ながらその一方でそういう生態機能そのものが自然の歴史において実現してきたという事実があるわけです。つまり 何らか生物がある機能を獲得することもさかのぼってみれば原子分子の運動方程式の結果にすぎないはずです。なのでこのこどうやって理解するか。で、まあ、このことと密接に関係しますが生物種ですね。 われわれはいますけれども、少なくとも1億年前はわれわれはいなかったわけで、じゃあ1億年後はどういうふうな生物たちがいるのか、これも生物の分野でたくさん研究されていますが、こういう進化していく様の振る舞いを自然法則として理解するということも大きな私のモチベーション動機の一つです。でこれらについてです、ね、もちろんあの 答えはないです答えはないですが、現在どういうスタンスで、どういうふうなところまで今研究されているかということを最後の19分で説明します。でまずですね、計算ですけれども、まあ、これはあの、えっとまあ、あの皆さんの時代はもうすでに計算時代はあって、現在はです、ね、計算機というのがあって、計算とは何かというのを考える必要はありません。えー、ついこの間まで、70年うん、80年前、えー、80年ぐらい前までは、ういは 計算機はおろか、計算という概念そのものがまだ確立してませんでした、もちろん計算、計算という手続きそのものはもちろん確立してましたけれども、その計算とは何かという、なんとかとは何かという問いに対して、計算とは、いかいかなものであるというふうな、計算そのものを理論として規定するということができるようになってきたのは、20世紀になってからです。で それと関係あって、まあ、計算機は今できていて,て実際ここはちゃんと計算機はあ我々がデータを入れてプログラムを走らせて実行してデータを出力させている、まあ、これが計算機です。でその基礎になっているものが計算理論であり情報理論です。で一方 これは我々,これ我々は考えてるわけですけども我々が考えてる時はですね我々の中には誰かプログラマーがいるわけでもなく入力データが誰かによってなんかこう差し込まれたのではないと信じてるわけですけどもですが我々は何かの入力を我々は感じてその結果何かの判断をし何かの計算をし何かのアクションをとって結果を動いております。 まあこういうのが我々がやっているでしかもその我々自身は原子分子化に成り立っているので原子分子の力量の時間発展の結果として計算という営みをやっているわけですで、まあ、この時にですね、まあ、あのそういうのをどういうふうにして理解していくかというので情報理論というのがありますで情報理論というのはもちろん情報それぞれ非常に深いわけですけれども関係するものだけ一つ取り上げますと 例えばデータ列があったとしますでデータ列があったとしたきにですね、まあ、データを収納したいときにできるだけその、えー、与えられたデータをコンパクトに収納してで、まあ、必要に応じてまたあの再現を復元をしようと、まあ、こういうことをや,、まあ、やりたいというふうに考えます。まあ、ここでは、えー、計算機とかデータとかいう概念はもう外、まあ、目前にあったとしてあくまでそのデータを扱うものとして考える。 でそうするとです、ね、この時に例えば、えー、与えられた文字列に対してどこまで圧縮できますかどういうふうな圧縮どういう、まあ、復元可能という条件の下でどこまで圧縮できますか人類の限界はどこにありますかみたいなことをちゃんと定式化することができます。であるいは このデータがあった時にです、ね、データ私が持っているデータを第三者に転送したい、で転送したいんですけども、そのときには必ず何かあ不可視的にノイズが入って、データがちょっとこう変わって、化けてしまって、正しくデータが送れなくなります。でじゃあ、そのときにそのデータを正しく送るにはどうやったらいいか、どういう,う条件の下で、どれぐらいのデータを用意すれば正しくデータが送られるか、こういうことに対する問題に対する答えがきれいに与えられています。 でこの時に活躍したのが、シャノンエントロピーと呼ばれている、先ほどの熱とか、デタラメ度合い、原子分子のデトラメ度合いで出てきたエントロピーという物量と同じエントロピーですが、シャノンが考えたので、シャノンエントロピーと呼ばれます。でこれはデータ列が与えられたときに、データ列の情報量を定量化するものです。 あるいは、計算に関して言えば何か問題が与えられるとそのアルゴリズムがあって答えを得るというのが計算のまあ我々は計算と呼んでいるものですけれどもでこのときにこれを解けるかどうかというのを議論するときにですね与えられた数列があったときに与えられた数列をどうやって生成する複雑さを定量化します例えばどういうことかというと何か列があったときにですね与えられた列があったときにその列はどういう何か規則があって数列が発生されてた。 と考えられるとその規則を使うとそのデータ列はデータ列数列は小さくなりますでそういうのでその今与えられた持ってる数列がどれぐらい複雑なのかもし圧縮ある簡単なルールから生成されるならばあそのおおおデータ列は複雑でないというふうに考えるでこれはアルゴリスミックエントロピーと呼ばれている物理これも20世紀の中盤ぐらいに提案されたものですでこれらを 使ってですね例えば自然現象に対してこれらは情報論的なものでありあるいは計算論的なものですけれどもこういう概念を使って 自然現象を理解するということは20世紀後半ぐらいから議論されてきました例えば先ほどの私がカオスの例題で出した玉ですね玉を落としてぴょん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 下で振動させている板があったときにその振動させている板が何回目に跳ね返ってきたかというこの数がこの絵でした N 回目に跳ね返った後に飛び出していく速度が VN だったわけですけれどもこの時系列は見るからに規則がないように不規則に見えます でこの不規則なものがどれぐらい不規則ですかというのが例えば先ほどのアルゴリスミックエントロピーを使うと、えー、ちゃんとこの一本の時系列の持っているこのモニョモニをしているものをちゃんと数値として弾き出すことができますですから、えー、規則的な信号とかこういう不規則な信号は量として区別できるような時代になっていますこれは20世紀ですでやりたいことは あそういう意味で計算論とか情報論という概念はすでにあってかつそれらは、えー、実際の自然現象の解析にも使えていますですがあーこういう原子分子の世界からじゃこのもともと原子分子の古典力学量子学の世界からこういう情報理論という枠組みがどうやって湧いてきたのか計算理論という枠組みがどうやって湧いてきたのかこれを理解するというのが問題になります でちょっとイメージつかみにくいかもしれませんが例えば19世紀には最初熱力学というのがあって熱学と力学というバラバラなものがあってそれがきれいに統合されていましたでその時点ではその熱力学というのは効率したもので体系として非常に美しい体型なんですけれども。 原子分子との関係というのは置いといて原子分子のが何であるかなんて関係なく熱熱学学学と力力を美ししく統合したのが熱力学でしたですがボルツマンたちによってこの熱,学熱力学という美しい体系が原子分子とどう関係するかということが理解されてきたわけです。でそれと同じように情報理論計算理論という枠組みが20世紀にできたのでこの20世紀にできた情報理論とか計算理論が 原子分子の世界からどういうふうにして浮かび上がってくるのかというのを理解するのが問題になります。で、ヒントはあのえっともちろんこれいくつか研究を紹介する時間がないんですけども、ヒントはあります。で、どういうのがヒントになるかと私たちは考えているかというと、例えばこういう限界に関する法則、まあ,あのみんなエントロピーという名前がついてました、アルゴリステックエントロピー、えシャノンエントロピーで。 熱力エントロピーというのは先ほども言いましたが変化に関してエネルギー変化に関する我々はできることに関する限界があるエネルギー変化こう熱を周りにあるエネルギーを吸い取って仕事に帰ることはできないということをちゃんと法則として主張するのが熱力のエントロピーでした。で例えばこういうい え先ほどの情報論の場合にはデータ圧縮に限界がある情報伝達速度に限界があるあるいはえ限界という計算できない数が存在するとまあこういうま,なま,るまるはできないみたいな概念がそれぞれのところに全部あるのでまあこういう限界に関する法則をいかにそれぞれ、えーえー、あのついつまを合わせていくかということで。 情報論的なものとかが熱力学的なものと結びつき、かつそれがミクロから理解できるという時代が少しずつ今進展して研究が進展しています。で最後になりますが、で生態機能生物種というのは少しまたこれ違っています。で情報論とか計算論の場合には二十世紀の段階ですでに非常に綺麗な枠組みができていて,て、それが物理学の自然法則とどういう関係になっているかという問題だったわけですが。 生物種、生態機能、進化、こういったものについては、現在、生物学で盛んに研究されている段階で、まだそれ自体に関して、非常にこう美しいというか、統一的な理解とか、理論がまだできる前の状態だと思っています。ですが、それでもですねあの進化が起こっていくありさまというのを、どういうものであるかということは、想像はすることができます。これはあの、多くの一般向けの生物の進化の本に書かれていることですけれども。 進化のが起こっていく時のメカニズムというのは基本的には、えーまあ、今何かここに生物種があったとしましょうあるいは何か機能があったとしましょうでそういう状態でめったにほとんどないんだけれどあ、まあ、時々こうあのちょっとずつこうあの我々の姿を変えていて,て、まあ、めったに起こらないことなんだけど一旦起こればその起こった結果としてたくさん複製ができるようになる。 こういう因子があったとするとこの因子は次世代で典型的となる典型的というのは圧倒的になるこれが繰り返されていることです最初はないんです最初はなくてたまにしかポツッポツッとしかしょうがないもんなんだけどでもいやこれは何でもそうですね我々の文化でもそうですね経済活動でもそうです人間活動でもそうですインターネットのが発生するとかそういうのもそうです最初は何気なく 存在しないとこから始まって、まあ、ちょっと変わりだ、ね、ちょっとこんなものを考えたらどうだというのをインターネットみたいなのをちょっと考えるとそうするとそれがあ非常に有用であることが分かるとあっという間に複製され改善されコピーされていって、えー、今やインターネットは誰もが知っているものになっていますつまりこういう仕組みですね最初はレアで最初はレアなんだけど一旦起こればたくさん複製されるとそれが典型的になるこういうことを繰り返していくのが進化です つまりまれな依頼があって複製して典型的になってそうすると次の世代でまたまれな依頼があって複製して典型的になって、まあ、こういうことを繰り返していくのが進化の姿です。でこんなの、えーとまあ、それはそうで見た目なもので物理とあまり関係ないように思えるかもしれませんがこれはこのダイナミクスで非常に大事なことというのは めったに生じないことがこれは測定にほとんど引っかからないんだけれどそのおほとんど測定に引っかからないことが無意味なんではなくってめったに生じないことでも重要なものがあるということを言ってるわけですでこんなことが実はああ物理の今の歴史あったかというと実はあってですね、まあ、どこにでも出て顔を出してくるのアインシュタインという化け物みたいな人がいて平行状態におこれさっきの平行状態で平行状態において 稀な揺らぎめったに起こらないけど時々こう変なことが起こるんですけどもそのまれな揺らぎがどれぐらいの頻度で起こるかというのは実はエントロピーで特徴をつけることができるということがアインシュタインがあてああのいあの関係式として見出しましたつまりこれはあのめったに起こらないんだから観測にほとんど引っかからないんです観測にほとんど引っかからないような揺らぎまで全部探索することができます何を使えば熱力を使えば。だから えー、揺らがないから観測されないから無意味なんではなくてそこにはもっと高度な構造が待っていてその高度な構造を先に知れば滅多に起こらないこともわかるということがすでにこういう例題では知っているわけです。なのでそういうことを実際の生物うの生物機能の獲得生物の進化に関して滅多に生じない揺らぎの性質を体系化してそれをいち早く検知して、えー、理解するような理論枠組みを作れば いいいいいんじゃないかという,ふうに考えていますで、えー、とこれで大体、えー、と終わりで、えー、まとめますとあ我々私た,ちが理解私たちが理解したいことというのは物理の基本法則に基づいて我々を理解したい我々そのものは活動していますでそのこと自体は何も不思議じゃないです小さいとから慣れ親しんでいますが物理の基礎法則原子分子の従う 方,方程式あるいは、まあ、量子医薬もし存、えー、んであれば量子医薬、まあ、そういうあ基礎物理学の基礎と言われている原子分子そこまでいけば法則は非常に簡単になりますそういう簡単な法則に基づいて我々自身の活動を理解したいというモチベーションで、えーしゃべえー、現在までの理解をあしゃべりましたで平行状態に関しては少なくともフレームワークは理解できて ミクロにはない力というのがマクロに発現するメカニズムぐらいまでは理解していますし我々は多様な物質のいろんな性質について現在も盛んに研究されています流れとか不可学現象に関してもそれ平行状態よりは少し遅れていますが次第に理解は深まっています計算情報に関しては20世紀にできた理論をいかに21世紀の段階で物理と合体させるかというのが課題になっています生命に関して言えば あまだ基本的なことで分かっていないことが多いんですがそういうことに関してもこういう視点から考えていくことができるんじゃないかというふうに考えています。で鍵となるのは何度も出てきたエントロピーだというふうに、まあ、一つの見方ですけれどもエントロピーです。最初19世紀にエントロピーは熱という概念を通して熱足もともとバラバラな配置を定量化したくて熱を通して定義しました。でこれは マクロな状態に対するミクロな状態数として理解され、情報量、複雑度性、それからマレネラリの頻度等々、しかも最近では、最近の全成入籍の終わりごろには、ブラックホールを議論するときにもエントロピーを顔を出したり、あるいは、まあ、いろんなところでこういうものが顔を出しつつあります。ですので、このエントロピーを鍵にして、またエントロピーそのものに関して理解が深まれば、総発現象に関して理解が深まるんじゃないかというふうに考えています。どううもありがとうございました